アブコーナーラジオ勝手に始める。はい、今日はですね、なんだかなんだかすごい眠たそうなアイちゃんが来てます。アブコーナーですけれど、はい、アブコーナーですけれども、そんなリカタンも眠そうですけども、まだでいけます。まだいける。だってオールで来たんでしょ今日。今オンラインおしゃべり会の合間ですけど、合間にね撮っていて、ちょっと人のいない部屋に案内されて声が響く感じでね、してバカ寒い、いい感じにエコーをかけてね、いい感じにね撮っていきたいと思いますけれども、はい、前回の収録がお日に押してギリッギリで投稿するといううちらのね、はい、怠惰な部分が見えてしまったので、まあ、だがしかしね、今回は早く撮ろうって。でももう月末いつもそんな感じ。早くない？だってもう10月でしょ、あと2ヶ月で終わるように、でもそういうところがね、アブコナみたいなところあります。本日の悩み相談に行きましょう。早くないテンポ。まだ1分しか喋ってないよ。ちょっとね、今日ちょっと聞いて聞いて。何今日ちょっとね、1個コーナーを作ったので、うん、あ、2個コーナーを。えそうなの？作ったのでちょっと、ね、聞いてないんだけど、それをねやっていきたいなと思うんですけど、はい、まずはね、いつもの通常通りのお悩み相談の方からいきたいと思います。はい、ね、これね、同じ紙をねなぜか並べておくというね、2人用なのにちょっとねこれね、何読む、ちょっとさ、ちょっと小声で言っていい？はい、どうぞどうぞ。最近ちょっとなんか少ない。何ですか？メッセージが最近少ない。いや、ずっとなんですよ。最近とかいう話ではなく、ずっと少ない。それはね、ちょっと。実は何倍もで来てほしいな。確かに、確かに。確かにね。見てこの。まあ、やっぱね、アブコラが少ないよね。アブコラでいることが少ないからさ、やっぱり。え？そんなことないんだけど。今日だってずっと喋ってたじゃん。あ、そう、裏ではね。うん。え？しょうがないじゃん。ピー。耳がキンキンする。電話でちょうどいい。ね。しょうがないじゃん。電話でちょうどいい、電話収録がいい。本当に帰っちゃおう。ああ、電話収録がいい。はい、お悩み相談やっていきたいと思います。ああ、もう処理もしてくれなくなっちゃった。はい、なんかいいのありますか？いや、これ読みたいなみたいなのありますか？だから少ないんだ。これ、じゃあ頭からいきますよ。バイトを始めたいけれど電話するのに勇気が出なくてなかなか前に進めません。どうしたらいいと思いますか？こんなものは電話しろとしか言いようがないんですが、あと友達が働いてるとこに一緒に働けば。おー、いいじゃん、いいこと言う。おー私がそうだったからね。ああ、いいね、いいね、確かに。これおすすめ。何かしらのね、つてを利用して。もし、でも、めちゃめちゃ友達がいない人だったらどうします？この人。バイトをするのやめたらどう？配信を始めてみるとかどう？いいね、どっかの私みたいに。いいね、いいね。バイトね。バイト感覚でやってるのか。違う、やってないよ違うでもね、そういうのいいと思うね。やっぱ友達とかね、つてを利用する。あと友達がいなければバイトするのやめるというので、まあでも頑張って応援してます。はい、アブコナは応援しています。何の何個も入れたいけどちょっとめんどくさい。口でよかった。はい、最近オタ活ができているのかが心配です。現場もなく生写真やグッズを買っているだけなので、もっとやってるって気持ちには何をやったらいいですかね。まあ、でも私たちね、 SNS、 まあ、で言えばオプレとか、ショールームとか、そう、ショールームとか、Twitter、インスタとか、私で言えば TikTok とか、いろいろねやってるからね、そこにね書き込むだけでだいぶやってる感出ると思うんですよ。リップとか、だってそのこっちのアイドルに対し、推しに対して時間を使ってくれてるわけですし、そう考えてくれてるわけですし、まあ、今主がね、みんなと関わる主が SNS になってるから、主に、だから、
そうそう、そこにね書いてくれたら嬉しい、うんうん。まあ、あとはね、アブコラにメッセージを送る、アブコラにメッセージを送る、アブコラにメッセージを送るというのが大事ですね。3回出ました、はい、お待ちしています。お待ちしています。もっとやってるって気持ち。そうだね、まあ、でも劇場もね始まりましたし、ましたし、いいんじゃないですか。劇場来たらどうですか、うん、県外の人もね呼べるようになったらいいですよねっていう。そうですねって、うんうん、まあ情勢が情勢なんでね、どうなるか分かりませんがけども、はい、そんな感じですかね。はい、はい、なんかあります？アブコナを支援したいんですけどどうすればいいですかどういうことこれ。え、支援して待ってるよ。支援してどうぞ、うん、してほしいよ、うん、支援されなさすぎてるけど大丈夫そう私ね。もっと支援されたいよね周りからも。そうじゃないとアブコナってなんだっけみたいなことになっちゃうので。忘れないで。そう病んでる病んでんのよ。病んでないときある逆に。最近じゃ何で病んだか教えて。いっぱいあるな。いっぱいあるんだけれど、うん、一番はやっぱり、うん、その話せる範囲でしてお願いね。話せる範囲でって話せる、あの、あ、なるほど、話せる、あのレベルでお願いしたい。やっぱり心配しちゃうからね。その劇場に寝てるってないわけじゃないですか、うんうん、劇場とかやっぱ新潟のお仕事とかにあんまり来れないから、うん、それがちょっとね、まあ、考える時間を増やしてしまい、うん、いとまができるわけじゃないですか、うん、だからいとまに考えるわけですよ、うん、はいはい、なんかあれ私って何のために生きてるんだろうあれ私って何のために生きてるのって。それ話せるレベルの話だからそういうことで考えるんですけど、どうですか、うん、あやたろう最近何でやめました。最近あ話せる範囲ではあの話せる範囲でお願いしますけれど、最近そうですね、あのゲーム配信をしすぎて、はいはい、なんかゲームと、うん、なんか私どっちが大事なのみたいなのを、はい、最初はリカタンにも言われてたんだけど、うん、最近はファンの人にも言われる、ガチ恋の女の子から。だからさいやなんかいいんだよ、生き生きとねやってる姿は見ていても楽しいし、うん、いいと思うんですけれども、うん、やっぱりちょっとねどっちが大事なの感はありますよねどっちも大事じゃんね、うん、やっぱこう傾いてんじゃないですかどちらかに。いやいや傾いてないです私は。いや傾いて見える。いや傾いて見える、傾いてる、思うじゃん、思うじゃんと思うじゃんのさ顔芸すんのやめてお互いが映ってない、見えてねえのよこれそれでやんじゃん。なるほどね。まあまあでもそれはあゆがもうちょっとファンの人とか私とか、うん、私とかを構ってくれたら、構われたい私はもう構ってよ。いや最近なんか構ってよ電話も来ないですし、いやめちゃめちゃしてるじゃんって。いやしてないしてない、いやしてるって。だって昨日リカタンだって映画見てたじゃん、賢者の石がどうってハリーポッターね、金曜ロードショーね、うん、見てたけれど、別にね、あゆから電話来たら取りますし、そんなものは。え、だってなんかお風呂入るのダルホイみたいな言ってたじゃん。ダルホイは言ってないけど。でもダルホイの方が語呂良くて今悔しいわ。ダルホイって書けばよかった。ああ。え、何の話だったっけ、これ。なんで、お風呂に入るのがめんどくさいかって話。何だこれ。お風呂ってなんでこんなに入るのめんどくさいって思う。いやそうなんだよね、朝4時ぐらいまでね下手すれば粘っちゃうから。おっそ、それはそれはちょっとだるいなーって思って、キーって出ちゃう、キーダルフォイって出ちゃうよ。ダルフォイって思ったら4時になってる、ね、気に入っちゃったんだろう、語呂良くて。はい、そんな感じですかね、お風呂に。そうだ、いや逆に乗ってくれっていうね、あぶころのね、うん、乗ってよ、かまってよ、待ってちょうだいということなんですけれども、うん、次のコーナー行ってみましょう。はい、アブコラをたくさん褒めようのコーナーですね。たった方いつもやってるやつ、うん、なんかいい気持ちいいのある、なんか響くみたいな、しみるみたいなやつある。
いやこの中から、ね、数字言うこれ数字言わんどこ言わんどく、うん、1,2,3,4,5 片手と一本でも全部嬉しいよねやっぱり、うんうん、嬉しいよ、うん、でも面白いって言ってくれてます。そうね、アドコナちゃんかわいい大好き、今月はないのかなと思ってたらギリギリに会ってよかった。声が大好き、うん、そうね、かわいいし面白いし、ね、2人とも最強、特に、あ、辛いことなどがあったときはお二人の楽しそうな姿を見ると元気もらえますだって、うん、二人とも顔面偏差値高いとかね、あとはあのダンスが上手で歌も上手で素敵とかね、どこにもっかいってない。あとね、おしゃれでインスタもおしゃれでなんか、うん、いつもいいねいっぱい追っちゃいますとかね、あとはなんかそんなもんで聞くこともないから、おしゃれ。あとはなんかあの OTD を参考にしてますとかね。OTD どこに OTD、 あとはいつもなんか2人で TikTok 撮ってくださいとかね、楽しみにしてます、ありがとうございますっていうね感じでね、まんないですけど、ほぼ創作で。あのコラジオとはそういうものである。ほぼ創作でね、言わせていただきましたけど、桜メッセージ桜をね、うん、散らして、桜すらもないですけど。そうですね、まあでも、もうまあまあまあね、みんなありがとう。ありがとう。そんな感じですね、辛くても頑張れてるみたいな、うん、でもねお互い様ですよね、皆さんからのメッセージが辛い時にしみるみたいなことありますか、うん、あるあるある、もまめの返信とかね嬉しいしね、ツイッターのリプとかね、うん、嬉しい。でもほら見て、メッセージとあぶこの絵のメッセージと合わせたら結構あるよ、これくらい。でかない。ギリ両手。ギリ両手。ギリ両手なのよ。うん、両手なのよ、うん。遅すぎるピー笑いました。反抗期の直し方ググってもいい笑いました。2回笑ってくれてるこの人だ。他にもたくさん笑いました。まだ笑ってる。3回も笑ってくれた。でもあぶこの目先の目標を明確にって書いてあるよ。シワ原価風にさせたらアブは日本一、コナは？ねえコナは？アブはって何？コナは？ねえアブはっていうのはじゃあアユはにしてあげて。ねえシワ原価風にさせたらアブは日本一、ね、コナは？ナはじゃあ次あの来月メッセージが返ってくることを期待しよっか、うんそうね、コナはどうですって、ね、そうね、コナにも、うん、絶対あるよ、だってコナにもちょうだい、私が日本一なのはおかしいもんだって。泣いちゃう泣いちゃう、コナにもちょうだい、涙涙ってって涙ちょちょぎれちゃうってないけどね。やめて、なんか映ってないのに顔を出そうとしないで、顔芸してんのよ二人とも。はい、そんな感じですね、うん、皆さんからのお便りは少なすぎてもう読めるものがありませんということで、新しいコーナーを作りました、はい、なんと何ですか教えてください、あざと警察。この警察はですね、何ですかそれ、中村優香が最近、うん、あのちょっとあざとい写真を上げすぎているのではない、上げてないんだけど、ということで捜査本部が立ち上がり、私中谷梨花が第一課長として務めるその捜査本部なんですけれども、聞いてないんだけど、それをねやっぱ見ていこうかなと思いますので、あの皆さんねお手元に携帯をご用意して、私今携帯で撮ってるから携帯だ使えないじゃん、ね、準備していただけたらいいなと思うんですけれども、そんなあざといのなんてないよ、だって投稿も、では私がね審査した結果、ベストオブあざとい、あの今月の、はい、に選ばれた10月年度、はい、10月年度ベストバーザトイに選ばれた写真をねちょっと見ていきたいなと思うんですけど、あ、ツイッターから選ぼうかな、ツイッターの方の写真あげてる、最近はツイッターの顔が多いかも、そうだよね、うん、はい、10月16日最近じゃん、はい、そうですね、何制服着た
恥ずかしいからそのうち消す。そのうちはいつ来るのか。もう今消してやる。今消せません。なぜなら録音してるから。これね、ちょっとあざといなって思うポイントがもう一つあって、これちょっとなんか袖越しに撮ってたりとか鎖骨見せちゃったりとかしてて、あ、なんかちょ見える、おっぱい見えるかな。いや見えないよこんなもん。見えるかな。あ、見えないってこう、ね、携帯を思わず傾けてしまう、そんなような写真がね上がってるんですよ、ねね、そんな気持ちマジでないから。しかもこれさ、あざといのではないかという審議に至りました。今月のベストオブあざといは、10月16日にツイッターに更新された制服着た、恥ずかしいからそのうち消す、てんてんのやつですね。でかないかこれさ、はい、スタッフさんに一回提出するじゃん。そうね、そうね。どうすんのこれ引っかかったら。何、おっぱいのところが、うん、引っかからないよ。だって中井理香が言ってんだもん。いや、いっぱいあるんですよ。こんな着ないの、説明させて、その画像に対して。え、なんならね、9月のにも言いたい、私は。9月の写真にも言いたいものがある。言いたいものがあるんだけれども。ないよ。いや、ありません。でも、リカタンだってなんかもう、出てるじゃん。何ですか？リカタンはもうなんかもう、出てるじゃん。何がですか？全開みたいな。何ですか？出発進行みたいな写真いっぱいあるじゃん。いや、ないです、ないです、ないです。私、どこが肌見せてるのか。肌あるって、肌見せだって、もう全部出てるって。いや、もうこれとかもうほら。いや、これ。あえて太ももを映し出すというアングルとともに、下まで出しちゃってピース。もうこれはもう完全に作詞じゃん。しかも燃え袖。聞いて聞いて。同じく10月16日投稿。今日もあと少し頑張っていきよう。ねえ。そうやって、私これは、これはね、あざといって分かってて出してるからいいんですよ。でも、中村ゆかさんのは、私あざとくないのとっていう顔をして出してるのが、ちょっと、腹渡りにえくり返るっていう話なんですよね。だってどんなんだって考えないじゃん。漏れたしか思ってない、顔漏れたしか思ってないって。いやいやいや、この鎖骨、そして袖からのアングル、エロい。エロくないんだろうよ。エロい、確信ねえ、かっこ確信です。これはエロいって言わないで。しかも、いやでも今だから今月のベストバズといえばそれですよ。来月もやるよ。本当に今月末に消そうと思ったの写真は。だからピーポピーポ、このなんかあざとい警察が来ないように、中村彩香さんは堂々とね、あざとい心を持っていれば大丈夫なんです。だファンも待ってるしね、そういうのね。やだよね、皆さんね。そうやってリカタンが煽るから、うちのファンが最近なんか、うん、コスプレはまだですかとか、成立しないよとか、そういう声が、悪乗りが激しいんだって。やめて。ね、この人常習犯なんですけど、燃え袖とか、ちょっと口元隠すよ。ね、ほんとにやめて、恥ずかしい。最近さ、ゲームで好きになってくれた人もいるの。もうほんとボロが出たくないの。わかる、ボロって言っちゃったね。うん、モコモコニットで口元隠しますのやつとかね。はい、そんなやつが多いので、皆さんね、ぜひチェックして、私と一緒にね、あざとい警察、今後も一緒にやっていけたらなと思うので、皆さん、チェックね、お互い SNS のチェックをよろしくお願いします。はい。下打ちやめてください。シンプル下打ちやめてください。それが引っかかりますよ、あなた。それが引っかかりますよ、コンプラ違反で。はい。そんな感じでね、もう一つ用意してるんですけど、呼びます？あー、いいよ、全然。最終兵器。うん。じゃあちょっと呼んでくるから繋いでて。繋いでて？カット長い、誰か。そうだね。カットめんどいか。カットめんどい。繋いでてって言われたんですけれどもね。私皆さんにね、まだ他にもね、いっぱいね、いろいろと、あざとい警察として見てほしいのがたくさんあるんですよ。中村ゆかさんのね、例えばインスタグラムを開いていただくと分かるんですけど、8月19日のね、川で撮ってる写真とかもね、太もも寝てたんかい。ね、起こしてきて、起こしてきて、ペロペロって起こしてきて。ち
ょっと今ね特別ゲストを呼んでくるので少しお待ちください。まあね、8月19日のこのね川の写真とかねエロいですよね。これもやってるわって感じなんですけど、あのバーンって出してるのはいいんですよ。でもこのちょっと隠し気味、隠し私あざとくないですよアピールが入ってるやつ、まあちょっとなんかやっぱ中村あゆかさんにエロスを感じるところではあります。あはい、ということで特別ゲストの寝起きのペロタンでこんにちは。アブコララジオっていうのを毎月やっていてですね、元気してる声ちいちゃ声がでかいのよ。なんかさ声がちいちゃい、2人がさあのさマジで体あったかい寝起きほかほかのペロタンですけれども、いや、ね、最初寝てる、寝てたって言ったんだよ、はい、起こしてっていや、それはもう、だってほらみんなさ、やっぱりひなたんが出るってなったらお便り送ってくれるかな。確かにゲスト性はありかなっていうふうに。そうね、なんか今月のゲストはやっぱりちょっとひなたんに。皆さんお便りお願いします。あ、ありがとうございます。なんで帰ろうとするの。ちょっと大事です。うん、だってさ寝ててさボンって起こされてさ、うん、こっちこっちってさ、うん、手引かされてさ、いやでも呼ぶって言ってましたよね、はい、先ほどの休み時間、はい、何サボってるんですかって言ってたんですよ。なんで私は今怒られてるんですかって話なんですよ。そうなんですよ。だからちょっとね本間さんにも椅子持ってきて、はい、伺いたいことがいくつかありますので。はい、あります。で、ね、ちょっと伺いたいことがあるんですよ。でもアブコナとひなたんは仲良しですから、仲良しですからちょっと聞きたいことがあるんですけど、みんなこれ待望のコラボだと、そうそう思いまして、アブコナのことどう思ってますか。ただこれ尋問なの。アブコナのことどう思ってますか。それぞれでもいいですけど、好きと好きって思ってます。それじゃ足りないよね。足りないよね。アブ、うん、全然足りないよね。コナちゃん、ちょっとトップが上がったくらいで。だからメロちゃんはいじりがいがあって、うん、やっぱね、起爆剤としてよく使うんですけれど、使うんですけど、アブコナは、はい、楽屋での面白トークに、はい、そうですね。なんかこの絶妙なつまらなさが面白いみたいなところがつまんないって言っちゃってるのよ。本当にありまして、アブコナのことどう思ってます。声が大きくて素敵だなって。今日はあなた今寝起きだからちょっと薄いのよ、ずっと、うん、ペラッペラペラペラなのよ。あゆはいつも一緒にお風呂入ってくれて、うん、好き、うん、リカちゃんは私の話をなんか聞きつつ、うん、なんか聞いてないと思いきや聞いてるから好き。なんなんそれ。うっしー。あゆに関しては風呂入ってるだけだからね。なんそれ。もうちょっとあるでしょ。一緒にご飯も行くしさ、うん、そうだね、うん、最近ね、なんか、ね、仲良くしてるみたいで。私とは全然遊んでくれないんですけど。いや、そんなことないじゃん。ペロペロは全然リカと遊んでくれない。ペロペロって呼ぶな。ペロペロでね、アブコナペロでやってるので、うん、たまにね。たまにね、うん、それもね、皆さんね、見てたらわかると思う。でもね、ペロちゃんって、ね、呼ばれるようになったからね、やめたい。何がですか。ペロちゃんって日本の人に呼ばれるようになったからやめたい、うんうん、いいじゃん。でもさ自分でペロペロって言ったんじゃん。っていうのを言ってくるんじゃん。でもそうじゃんね、語源って。最初は由来はそうじゃん。ペロがペロペロって言ってたからペロペロって呼ばれるようになった。汗みたいな感じでペロペロって最近使うって言ってたのはひなたんだからそれは良くないなと思ってやめたいなって言って相談したんじゃん。何なんすかペロペロって。ちょっと1個いいですか。ペロペロって何なんすか。やめたいなの前にまず何なんですか、うん、なんかやっぱひなたんのイメージにはねそぐわないの、そのなんかペロペロとかっていう。それはなんかさ、どうして卑猥って思ってるからじゃん。
え、思ってないんですけど。あれ思ってないですけど。だってイメージにそぐわないとか言うから。いや、イメージにはそぐわないですけど、別に卑猥とは思ってない。卑猥と思ってて終了です。この話は終了にしてください。おしまいです。おのおののイメージがダウンしてしまう可能性があります。この話は終わりにさせていただいてもよろしかったですか。本日の僕のラジオはこの辺で終わりでもよろしかったですか。まあでも、あのゲストでね、ペロペロが来てくださったんで、ペロペロって呼んだ。最後にね、あの来月のあのアブコナラジオはあるのか分かりませんけれども、あります。来月のアブコナラジオの来月のアブコナラジオはあります、うん、ありますか、はい、最後にね、来月のアブコナラジオの抱負をペロペロに来月のアブコナラジオ頑張りたいと思うんですけど、ちょっと抱負の方よろしくお願いします。病気なんですけど大丈夫です、まあ、でもアブコナラジオの最近の感じとしては2ヶ月連続ギリギリそう、あ、そうそう、ギリギリ最近の、はい、最近の状態を言えばね。じゃあギリギリにならないように頑張るということでが一つ目一つ目それから、盛り上がるように頑張る、盛り上がるように頑張るが二つ目頑張りつつの、うん、閉まるやつ、閉まるいけんか、みんながお便りをたくさん送ってほしい。なんペロペロ、ありました、書きましたということ。来月も頑張るペロ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 って言わないで、ね、ペロペロこのラジオアブコナのアブ中村ゆかちゃんと、コナ中江梨花ちゃんとスペシャルゲストのヘロヘロ本間ひなたでした。バイバイ。